はい、皆さんこんにちは。こんにちは。アップバンクストアウェブ店長の伊沢です。はい、伊沢さんこんにちは。今回は商品が完成しました。やっとこさやっとこさ、あの急ピッチで作ってた商品が完成しました、はい、パッケージからちょっと見せさせていただきたいなと。いや、ね、パッケージがやばい。パッケージやばいっすから、いいですか。ケースそのものもあるけど、パッケージがやばい。ちょっと反射しな、大丈夫。すごいクオリティ。私が写しましょうか。あ、お願いします。俗に言うマックス村井の防水ケース、そうでございますね、が完成しました。完成しました。水に濡れても大丈夫、どこでもタッチ可能で、こうやってケースが入ってるんだけど、 iPhone と Android 対応、小物入れにもなるよ、カードも最適で、カードも入ります、写真操作可能、タッチ操作、通話もできて、スケスケ。この写真すごい。これはもう皆さんご存知だと思うんですけど、あの私を育てる育成アプリ、はい、お魚パラダイスに、そうでございますね、出てるあれですね。あれですね。で、ここ細かいんで読むと、あ、お願いします。このケースが完成しましたよって発表した時に、はい、すごい質問いただいたのが、 iPhone だけですかと、Android はどこまでと質問いただいたんですが、相当入ります。はい、iPhone は余裕だと。で、Android 系だと Galaxy Note の3まで入ります。 Galaxy Note 3、はい、でっかいっすよ、 Galaxy Note 3っつったら。なので、おそらく皆様がお使いの Android はほぼほぼ全て入ると言っても過言ではないでしょう、はい。実際のサイズで言うと、高さ151、横が81の深さが25ミリです。そこまで入ります、はい、めっちゃ入ります。最高水準の防水性能、IPX8 取得済み、水深10メートルの防水テスト合格。はい、これもうテスト通っております。すごい、はい。で、ネックストラップ付き。ネックストラップ付き、ちょっと開けてから。いいですか、開けて。どうぞどうぞどうぞ、ね、ペリッと。おう、はいほいほい。パッケージもちょっともう一回見ましょう。こっちの表とこの開いた時の顔の表情が違う。あのね、実はちょっと細かい。違う、君に落ち込み言ってますね。言うてる言うてる。あ、ダメだ、うまくできない。はい。で、こちらが商品だ。こちらが商品ですね。パチパチっと開けてもらうと中が取れると。中身だ。中身の。で、あれも入ってますね。ネックストラップ。ネックストラップ。おお。まあ開けたってほやほやなんで輪ゴムもついちゃってますけど。以前にお話ししてた、前ここね、あの黒だったんですけど、マックス村井カラーだ。マックス村井カラーのネックストラップがついております。ついております。で、首からぶら下げられます。はい。さらにここだ。そこです。ベルトにかけられる。完全にこれ村井仕様の。すごいなこれ。で、ここに iPhone 入れて、はい、ちなみにカード入れとか小物入れがここについてます、ね。はい。そしてそこに。で、ちょっと私これケース付きなんですけど、まあいいでしょう。このケースのまんま一回入れますね、うん、今。ボスッと入れて、うん、カメラの下にします。はい、そうするとこれでパシャパシャ写真が撮れます。先日これを初めて紹介したニコ生だと、はい、水槽を準備して実際に水槽の中で写真が撮れるのかとか実験しました。はい、私のリアル iPhone で。リアル iPhone で、全く問題ございません。しかもぶつけ本番。ぶつけ本番、その場で言われた。マジ全く問題ございません。はい、ちゃんとこうやってね、パチッと閉じれば水深10メートルのテストに合格をしていると。そうでございます。もうお風呂とか余裕しちゃって。余裕ですね。すごいな。はい。で、しかも、はい、しかもまあ今チラチラ見えてますけど、あ、サイン付き。サイン付き。あ、これ全部です。全部です。全部にサインが付いてます。これね、ちょっと書いたように見えるんですけど、プリントです。私が書いたものをこの中のこの外側に、ね、外側か、はい、ここにプリントされております。ただ、まんま私の書いたやつで、ね、はい、で、裏側なので iPhone の操作には全く邪魔にはなりません。はい、はい、そんなわけで皆様、夏に海に行かれる、もしくは山で川で遊ばれる、その他もろもろの用途、まあ、水辺の用途、お風呂とか、まあ、冬になったらスノーボードとか雪ですね、はい、スキー
ですね。全然問題ない。そういうもういろんなシーンでご利用くださいませ。あとね、お客さんよく言ってたんですけど、あの携帯入れないでパスケースとか、これ首かけれるじゃないですか。ああ、はいはいはい。なんか小物入れとしてなんかどっか行くとき遊び行くときに使ってる人も多いんですよ。へえ。あとここお金入れやすいんで、入れやすい、ね。お財布としても使える。へえ。簡易的な。っていう用途でも使えるそうです。はい、はい、概要欄に購入リンクを入れておきます。完成しましたということで、ぜひとも皆さんもお買い求めください。はい、これお届け時期はいつからでしたっけ？こちらも7月の末ですね。7月末。はい。7月末にお届けとなります。Android の方もぜひともご利用ください。そして、あ、まだなんかある。この確かニコ生で僕その時急遽。あれも実は決まってなかったんですけど、急遽キャンペーンこれに対してつけることに。初回生産分じゃん。マックスフライのアンチグラフィルムがついてきます。ついてきます。概要欄のリンクに2種類、はい、これの購入リンクがあります。で、タイトルとかをちゃんと確認してほしいんですが、片方が iPhone 版のアンチグラフィルム付きのもの、はい、片方が Android 対応 の、 あのフリーカット 版、 フリーカット版、自分でチョクチョクするやつですね、はい、が、対応のものもの、それぞれがついてきます。ついてきます。買うとこれおまけです。初回生産のおまけです。見てください、1000円ですよ。1000円1000円のものがついてきます。なので iPhone の人、 iPhone 5、5S の人はこちらを買ってください。こちら買ってください。で、Android の人はこちらを買ってください。 iPhone 4S の人もこっちは使えるので、そうだそうだ、はい、チョキチョキすればね、はい、ぜひともこちら、あの注意して買ってください。初回生産のみです、ついてくるのは。はいはい、じゃあ伊沢さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、あのこちらのね、防水ケースよろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。マックス村井でございます。YouTube で見ている方は動画の下の赤い登録ボタンからチャンネル登録を。ニコニコで見ている方はマックス村井チャンネルトップページからお気に入り登録をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また、動画の説明欄に私や真央ちゃん、マミルトンや高橋くんのツイッターアカウントとかもまとまっております。ぜひともフォローのほどよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。